羽生結弦さんによる単独アイスショーリプレイ公演が近づく中、冬をイメージさせるビジュアルで大きな話題となっていた雪肌精から、台湾、中国のファンの方々にとびきりのプレゼントキャンペーンが発表。これにはファンの方々から歓喜の声が寄せられています。10月11日、先日のみやびやかなひとときの中でも紹介された商品が映るホリデービジュアルを解禁した雪肌精。そこにはクリスマスをイメージした白い服にゆるふわな髪、そして優しく微笑む羽生さんの姿があり、アイドル顔負けのビジュアルに歓喜したファンの方々。もちろん世界中のファンの方々が絶叫となっていたのですが、特に台湾と中国のファンの方々はこの日の雪肌精の発表に大興奮。1週間前には羽生さんが11月からスタートさせる単独アイスショーリプレイの画像とともにこの日の発表が予告されており、期待されていました。そんな中発表されたのが、雪肌精シリーズ商品約7000円相当を購入すると日本までの往復航空券、滞在3泊分の宿泊、そして来年2月開催の横浜公演のチケットが抽選で当たるというもの。台湾は10名、中国は50名と決して多くはないのですが、歓喜したファンの方々。まだ横浜公演の日程などは明らかとなっていないのですが、この大盤振る舞いのキャンペーンが SNS で拡散されると、台湾や中国のファンの方々からは、衝撃的なニュースだ。アイスショーのツアーに参加できる超嬉しいキャンペーンが、羽生さんと雪肌精さんから来た。興奮で手が震えてるけど買いに行かなきゃ。永遠に予測不能。これが羽生結弦なのよ。などといった歓喜の声が寄せられており、これを知った他の国々や地域からも、この豪華で至れり尽くせりのキャンペーンを羨む声などが相次いで寄せられていました。日本のファンの方々からも、航空券も宿泊も込みってめちゃくちゃ太っ腹。台湾や中国でも雪肌精商品は爆売れだろうね。といった喜びの声が聞かれる一方、ただでさえ大人気でチケットが確保できないという状況の中で、キャパシティが少なくなることに心配する声も。それでも羽生さんはいつか中国でアイスショーを開いてくれるはず。彼の中ではまだ序章に過ぎない。世界中には羽生さんのショーを見たい人が山ほどいる。今の情勢がなかなか許さないことがあるけど、世界ツアーをいつかやってほしいな、との期待の声もありました。日本のファンの方々に向け、できるだけ様々な地域での公演をしたり、ライブビューイング、ライブ配信をしたりと優しさを見せてきた羽生さんですが、今回は世界中のファンの方々に自身の演技や感謝を届けるため、まずは台湾、中国の方々にその姿を見せることになります。そんなキャンペーンを打ち出す雪肌精の商品は飛ぶように売れており、特に羽生さんの素敵なホリデービジュアルにも掲載された商品はすでに店頭予約分は売り切れとなっており、その効果は絶大となっています。詳細をご覧になりたい方は説明欄の URL からどうぞ。中国のファンに向けた羽生さんの単独アリーナプレゼントが豪華すぎた。台湾の雪肌精でも中国と同様のプレゼントキャンペーンが10名に当たるんだね。これでも相当倍率すごそうだ。中国の雪肌精さんがすごい。これは至れり尽くせりで嬉しいだろうな。台湾の高生さんでも航空券にホテル、そしてリプレイチケットと豪華なプレゼントが当たるんだね。日本でも大変なのに中国のファンたちが羽生さんに会いに来るのは本当に大変なこと。
それを雪肌精さんはすごいです。やはり羽生さんの力ですね。航空券も宿泊も込みってめちゃくちゃ太っ腹。中国でも雪肌精商品は爆売れだろうね。中国ファンにとって50名は全然足りないけど、雪肌精さんにとってすごく出費になる。羽生さん同様神対応すぎる。日本でもコフレが売り切れてるんだから、中国も台湾も売れてるんだろうな。行きたい人にとっては至れり尽くせりのキャンペーンだし、日本の雪肌精さんからのリプレイチケットは結局何名に当たるの？日程も不明だし。中国の雪肌精さんのことだからみんなが休みの春節に合わせるとか思ったけど、そういうわけでもなさそうだし、すごすぎるわ。多分中国も台湾もファンにとって日程とかどうでもいいんだろうね。羽生さんに会えるなら全ての予定をキャンセルで競う。横浜もすでに激戦じゃん。一番狙っていたところなだけに心配。白くてふわふわもこもこの羽生くんが微笑んだだけでお高いコフレが売れていく。リプレイのチケットはさらに激戦になりそう。中国、台湾のチケットキャンペーンが始まると聞いて、なんかもうチケット当たる気が全くしなくて泣きそう。羽生くんドームツアーお願いします。横浜公演を狙ってたけど、こうなったらさらに大激戦なんだろうな。世界中には羽生さんのショーを見たい人が山ほどいる。今の情勢がなかなか許さないことがあるけど、世界ツアーをいつかやってほしいな。彼の中ではまだ序章に過ぎない。だって羽生さんはいつか中国でアイスショーを開いてくれるはずだから、そう信じて待ちたい。